皆さんごきげんよう、さきのです。今日はちょっとみんなにね、言いたいことがあるんですよ。まあさらっと言いますけど、チャンネル登録が5万人いったんです。本当にありがとうございます。もう私のチャンネルもそうですけど、私のことをなんかこう応援してくださってるみんなとか、チャンネルを登録してくださってるみんながいるから、まあここまで来れたなと思って、もうさらにね、私は次に10万人を目指して頑張りたいなと思ってるんですけど、5万人の方が私の YouTube の存在を知ってチャンネル登録してくださってるってことで、なんか特別に、なんか特別な企画をやりたいなと思ってます。何がいいですかねっていう相談なんだろう、なんかすごい記念になる、あんまり普段からやらないような記念になることとかやりたいなと思ってて、何がいいかな、ね、何がいいと思うなんか踊ってみたとかやる、踊ってみたとかやっても別に必要ないか、何したいかな、なんか相談企画とかやる、ちょっと聞いてよ先のちゃんとかハッシュタグちょっと聞いてよ先のちゃんとか言って、なんかみんなのなんか別にどうでもないことを聞いたり、まあとっても大事なことだったりとか、何でもいいから先のに聞いてほしいことを言って私が感想を述べるっていうどうしますかね何してほしいかな、なんかいいアイデア待ってます。コメントとかください、待ってるます。それとあと本当にありがとうございますって感じ。だって7月の中旬だっけ、あれいつだっけ、7月の7日とかか、私覚えやすいように7月の7日にしたんですけど、 YouTube のデビューして、まだでも10月でしょ今、嬉しい本当に。私こんなに早くに5万人いけると思わなかったんです。本当に嬉しいです。本当みんなが見てくれてるから、もっともっと頑張っていきたいなと思ってます。みんなと面白い動画を作っていきたいなって思ってます。で結構前から言ってなかったけど、自分のイベントのグッズとかをなんかの考えたりとかしてて、すごい可愛いし男女使えるようなものとかも考えてて、めちゃくちゃいいから本当イベントとかにも来てほしいなと思います。やっぱり直接会うってすごい大事なんだと思うんで、それにはこう感謝をね述べるようなんじゃないな、なんか感謝会みたいなやつをやろうかなと思ってます。まあ私だけが楽しいんじゃなくて、みんなも楽しめるようななんかイベントをやっていきたいなと思っています。結構本当謎の動画になってしまったけど、本当にありがとうございます。なんかこれからもっともっと頑張ります。でハッシュタグ先のにリクエストっていうので、随時リクエストをお待ちしておりますので、よかったらしてください。結構ねその中から選んだりとか参考にさせてもらったりとかしてるので、よかったら、まあこんな私ですがこんなやつがいるよとかね、友達にシェアしていただけたら嬉しいです。本当に頑張ります。何回頑張りますって言ってんだろう、マジで頑張りますしかないの。私昔からそうなの、なんかもう本当に頑張るぞっていうね気合しかなくって、何事するのでもなんかそれが空回りしてるねと言われたことも何回もあるんですけどまあでとにかくこれからも楽しくみんなでペコというわけで、まあコメントお待ちしております。それではまたね、バイバイ。みんな本当にありがとう。